ズミは荒れ地ネズミだな。心配するな、害はない。カシミヤヤギだな。体毛は高級織物の素材として有名だが、使えるのは内側の柔らかい毛だけ。外側の毛は結構硬い。希少価値が高いのはそのためだ。最長がいるな。くちばしの上の突起物はトサカだ。サイの角みたいだろう。その羊はカラクル羊だ。牧羊としては最も古く、毛皮も最高級。食肉としても利用されるが、そんなところでは食べるなよ。ここはレイヴンの縄張りか。カナダやアラスカの先住民の中には渡りガラスをトーテムとして祀っている部族もあるようだ。アフガン鳴きウサギだ。鳴き声は小鳥に似ている。聞こえるか？ヒグマだ。死んだふりで助かるというのは迷信だぞ、ボス。むやみに挑むのもやめておけ。野生のロバか。家畜種でなければ乗るのは難しい。オカビだ。ザイールでも限られた地域にしか生息していない珍獣だぞ。今日はついてるな、ボス。最大の猛禽だ。ジャッカルを襲い捕食することもあるらしいが、まああんたの敵ではないだろう。ジャッカル、あれは横筋ジャッカルか。ジャッカルは犬や狼の禁煙で交配も可能だ。ソ連じゃ人工的に交配させて新種を作る試みもなされている。ハゲワシだ。ここで死んだらあいつの餌になるかもな。用心することだ。そのヤギはヌビアンだ。乳幼種でチーズにも向いている。食肉でもあるが、そんなところで食べるなよ。ナベコウだな。コウノトリの一種だが、くちばしを打ち鳴らすクラッタリングはあまり行わない種類のようだ。
あの丸い耳はリカオンだな。狼の仲間で人を襲うこともある。油断するな、ボス。